今週の世界弾丸トラベラーは、近代的でエキサイティングな都市へと変化し続ける中国上海。ここには中国全土の美食が集まり、グルメタウンとしても注目されています。そんな魅惑の大都市上海に向かうのは女優小沢真珠さん。中国四大料理と呼ばれる北京、上海、四川、広東、その美食を上海で食べ尽くすのが彼女の目的。食の都上海へは日本からわずか2時間半。ここで四川料理の代表、絶品の麻婆豆腐。上海料理の代名詞、上海ガニのカニ味噌を使った極上の海鮮料理。幸せ。広東料理は絶品ヤムチャ尽くし。そして歴代の皇帝たちが愛した究極の北京料理。北京最高。さらに人気の中国雑貨も買いまくり。一泊二日、食の都上海で極上の中国四大料理を食べ尽くす旅の始まりです。週末のシンデレラ、世界弾丸トラベラー。今回の弾丸トラベラーは小沢真珠さんが上海で中国四大料理を食べ尽くすという、お二人は中華料理はお好きですか？好き。あの香港行った時も、もうものすごい食べた。真珠さんは呼吸無心さんですよ。やばい、吹き込んでましたもんね。リカさんは好きな中華料理は？春巻き。麻婆豆腐ね、最近食べれるようになったの。辛いのが苦手だったんですか？なんかわかんないんだけど。麻婆茄子はいけるんですか？いけない。茄子がいけない。あ、茄子が。今回向かう店は厳選された名店ばかり。買い物をしながら4軒を巡ります。実は2年後の2010年に万博が開かれる予定の上海、活気に満ち溢れています。まるで国内旅行のようにバッグ一つで上海入りする小沢さん。じゃあ旅の残り時間スタート。旅の残り時間は26時間30分。これは厳守です。上海市内へは世界が注目するリニアモーターカーで移動です。あれだ、なんとかトレイン。初めて見るリニアモーターカーとは？おー、これか。磁力の反発で浮きながら走るリニアモーターカー、最高時速はなんと430キロとギネスにも載った世界最速の列車。出発してわずか3分で430だ。景色を見てる余裕がない。時速430キロ、その体感速度はすれ違う時に分かります。怖い。たった7分で市内に到着。実は小沢さん、今中国語を勉強しているとか。実際に使えるのかどうか。綺麗なんですね。地鐵在哪里？地铁。大来对。谢谢。哇，司机大。やった。地下鉄で上海の中心部へ。中国語が通じてすっかり気を良くした小沢さん。初めて見る上海の街。うわ、すごい。急にテンションが上がる小沢さん。你好、我在上海。ついて早々、小沢さんは中国四大料理の一軒目、四川料理へ。これはどこだ？この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。对不起。我上海。タクシー。あれ？早く食べたい。早くタクシーを捕まえたい。焦りすぎて。これパトカーだ。ダメダメ。やっと拾えたと思ったら激しい争奪戦。
待つこと10分ようやく乗車。早く食べたい、四川料理が食べたい。到着したのはここ。おわあ、綺麗。古き良き四川料理を現代風にアレンジ、上海で大人気の四川料理の名店小江南。上海を訪れたトム・クルーズ、シャロン・ストーンなど海外のセレブもその味を堪能したとか。外ですか。小沢さんのお席はオープンテラス。わあ素敵。四川といえば麻婆豆腐なので、それはマストで頼みましょう。四川省の四川料理は唐辛子などの香辛料を効かせた料理が特徴。その代表は麻婆豆腐。四川から取り寄せた3種類の唐辛子とたっぷりの山椒を使ったここ自慢の麻婆豆腐。スパイスがたっぷり効いて見るからに辛そう。果たしてお味の方は。ピリピリ感が一撃で来る感じだけど、また食べたいって思う。続いては四川に昔から伝わるゆで豚をアレンジした一品。野菜に香味ダレを添え、豚肉で巻いていただきます。美味しそう。辛い。ちょっと香辛料的なものがいろいろ入ってる。でもね、でもね、美味しい。ビール進んじゃいますけど。四川料理の辛さを堪能。次は最新スポット電子坊へ。軽く腹ごなしも兼ねショッピングを。やってきたのは古い街並みを利用し雑貨や家具のお店が立ち並ぶ上海の新名所電子坊。おー、これなんかちょっとヨーロッパみたい。あー面白いね。小沢さんの目に留まったのは電子坊で人気の中国生活雑貨のお店。いいですね。ちょっとこれって違う色ありますか。色違い。有的。あーこれは可愛いね。可愛いね。これなんか全部可愛く見えてきちゃった。ここの急にスイッチが入った小沢さん。あ、重い。何が、いつの間にか。どうしよう。枕、クッションなどかさばることも気にせず4種類5品をお買い上げ。物欲を満たした小沢さん、再び食欲モード。続いては上海料理。いや、荷物が邪魔。わーい、すごい。2階のオープンだ。上海には庶民の足として景色が楽しめる2階建てバスが走っていますが、うわ怖いよ。地下。夕闇迫る上海の街並みも格別です。着いた。おーすごいぞこれ。およそ450年前の明の時代の風景が残る豫園。美しい庭園などが見どころ。ここに上海料理の王道が楽しめるお店が。おー、似顔絵。似顔絵だけど粘土とか。やってもらいたい。これちょっといいですか。この似顔絵人形、カラー粘土で顔から服装まで作ってくれますが、見られてる。若干気になるのがギャラリーの視線。20分経過。完成ですが、小沢魔女というよりも小沢魔女。怖っ。もうそろそろこの辺なんだけど。おお、あった。上海老飯店。130年の歴史を誇る上海料理の老舗、上海老飯店。中国にも100人程度しかいないと言われる特一級料理人の李さんが腕を振るっている。農作物や海産物が豊富で味付けも多彩な上海料理は日本人にも人気です。なんかすんごい似てる気がする。
この子と一緒に食べよう。気に入ってる、ね、気に入りまくってる。店のおすすめを頼んだところ、何？清和三本、特一級料理人のリーさんの生み出した豆腐、タケノコ、金華ハムを細かく切り並べ、上質の出汁を入れ蒸した素材の味を楽しむスープ。こ、あ、こう、うわ、面白い。美味しい。細く切っただけあって、ものすごいいい食感。続いて、上海料理といえば上海ガニ。カニ味噌とカニ肉を贅沢にエビと炒めるおすすめの一品。うわー、うまいに違いない。これうわ、これエビよりもカニ味噌の方が多い。カニのお肉も入ってるんだ。カニ味噌がしっかりしてる。はい。上海料理の極みを堪能。中国四大料理、残りは翌日。そしてお泊まりはワイタン地区にある夜景が自慢のこちらのホテル。気になる小沢さんのお部屋は、うわー、夜景見る。うわー、これが上海で一番美しいと言われるワイタンの夜景。週末になるとライトアップでまるでイリュージョン。眠れないね、これ今日眠れないと言いつつ速攻寝た小沢さん。翌日朝8時半には、おはようございます。再び中国四大料理制覇を目指す。3軒目は広東料理の代表ヤムチャ。天津やおかゆなどをお茶をいただきながら食べるヤムチャは上海でも大人気。ここだ。やってきたのは広東式ヤムチャ、ビンフォンタン。朝から上海っ子が集まるお店。オーダー表で注文するのが最近のスタイル。お願いします。まず小沢さんが頼んだのはエビニラ入り蒸し餃子。熱々ですから気をつけて。あ、ニラがいっぱい入ってて幸せ。続いてニンニクと生姜で空心菜、ピーマンを炒めた香りの良い一品。味付けが全然今までの中華とまた違う。こちらはサクサクのタロイモ揚げ。大根餅は XO ジャンが効いてます。全て完食。朝からこんなになんかボリューミーなものを食べるのは久々で、あの、そう、行きたいところがあるんですけど。食欲物欲食欲物欲を繰り返す小沢さん、行きたい場所とは。ここか、骨董市。骨董市場ドンタイル。ここでは値切れば値切るほど安くなるとか。小沢さんの中国語はどこまで使えるのか。かわいい。手に手に毛沢東、これもなんかインテリアに。中国の指導者毛沢東のグッズにえらい食いつきよう。これが毛沢東、赤い時。さあ中国語で値切るがいい。这个是多少钱？这个65块。哎呀，65个。二十。四十？40って言ってる。50元。OK。50。向こうにもあるもんね。買える素振りで圧力をかける小沢さん。OK。20。Good luck for today. Okay. 20. Okay. Ah, OK. すごい、さすが上手。さらに悪乗りする小沢さん。三が、うし。三が不行的。OK. おいよ。
3個で50元、さらに1個おまけと超得した小沢さん。毛沢東の時計も値切り、色仕掛け作戦成功。いよいよ中国四大料理最後のお店に。おー、来ましたね、北京。最後に来たな。北京料理といえばあれ。上海で極上のあれが食べられるお店が。ここかな。ゴージャスね。やってきたのは宮廷料理を民間に普及させた北京料理の名店全酒徳。せっかくだから看板メニュー売っちゃう。北京ダックは絶対だよね。全酒徳北京店こそが北京ダックの発祥の店。選び抜かれた鴨に秘伝のタレを塗り、石窯で焼かれた北京ダック。この味を上海でもいただけます。四大料理最後を飾るのは北京ダック。そのお味は。紫外線は毎日毎日肌の奥に入り込み、見えないところにダメージの原因を作ります。ソフィーナは深く届く紫外線までも徹底的に防ぐことが大切なスキンケアになると考えました。だから毎朝誕生ソフィーナボーテ UV 乳液。大人の肌にエイジングケアする UV を。 Fantastic Moments。 できればたくさんの車にとってほしい、そんな賞があります。衝突安全性能でグランプリを受賞、スバルインプレッサ。Fantastic Moments。 自由だな。あなた本でしょ。ニューフォレスター発信。中国四大料理最後を飾るにふさわしい北京ダック。目の前で切り分けられて。綺麗。初めて目の前で見た。パリッパリの北京ダックに甘めの味噌、皮で巻いていただきます。おいしそう。コメントが出てこない。ダック自体味付けが美味しいね。こんなの食べたことないね。北京最高。すごい最高のところですが、お帰りの時間です。やだ。嫌です。ちょっと荷物。あ、カメラ。帰りも弾丸でお願いします。間に合わない。上海空港から北京ダックの味が口に残ったまま成田空港に。ものすごい体が喜んでる感じがして、このエネルギーをまたいい仕事したいなっていう感じですね。中華料理のパワーを感じながら、一泊二日のシンデレラが日常に戻ります。ねぎるときなんかウインクしてたよ。こうやって。あ、なんか元この人って単純なんやな。あれでね、簡単に魔性の女なんですかね。さあ、それではここで上海のおやつを今回はご紹介いたします。こちらです。3つ。なんと四大中華の味でございます。中国限定発売、四大料理の風味とは。一つ先の美しさへ。綺麗の個性を磨く美髪オイル。しなやかさは毛先で極まる。アジエンスビューティーコレクション誕生。コテで巻く日は緑のケープ。カール2周。
クシュクシュしたらホドアマクシュマキ一日続くね。このまま帰るのもったいない。クシュマキ続く緑のケープ。まだまだ似てきたねお父さんに。いやそろそろバイタルチャージ。太い髪は透けて見えにくい。毎日続けて根元から太く長く薬用バイタルチャージ。新発売サクセスから。彼らに立ちはだかる暗黒の砦、絶体絶命の脱出劇が今動き出す。姫、改めて友を願いたい。そなたらの力が必要だ。誰もいなくても俺がいる。俺たちはずっと一緒だ。裏切りごめんさ。隠し砦の三悪人、ザ・ラスト・プリンセス。お洗濯しながらリゾートしよう。香りが連れてく南国リゾート。ふとした瞬間あなたを癒す香り、南国フルーティー。新しいフローラルハミング。ただいま。何やってんの？南国リゾート中。フローラルハミングから南国リゾートの香り新発売。着ている時まで香りが続くハミング。上海のおやつを今回はご紹介いたします。こちらです。めっちゃなんと四大中華の味でございます。お麻婆豆腐、上海ガニ、フカヒレ、北京ダック。じゃあせっかくなんでちょっと目つぶって当ててみたりしませんか？あーする。じゃあしずちゃん当てて。やってみましょう。じゃあ目つぶっててください。ここまでは清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。匂ったことあるような匂い。うわカレー粉。フカヒレ。正解。おお、肉うまい。来週は女優の佐藤めぐみさんがトルコへ。人気の世界遺産カッパドキアを空から探検。北京へピンチ。おぐしお緊急生出演です。おしゃれイズム。